皆さんこんにちは。2022年宅建士合格の取説解説講義第3回講義を開始したいと思います。担当はレクセニーコースの友継です。どうぞよろしくお願いします。はい、それではですね、今回からですね、まあその権利関係の具体的な、まあ、項目一つについてちょっとね、まあなんていうんですか、最初の冒頭のね、触りの部分だけですけれどもお話をしていきたいと思います。まあなんていうんですかね、その最初のところの出だしを失敗するとその後もねなかなか勉強できないので、まあちょっと限られた時間なので、最初のね、まあ、この導入のところだけでも、ちょっと一緒にやっていきましょうよということで、やっていきたいと思います。今回はこちらでございます。はい、権利関係の第2ポイント、詐欺脅迫というところですね。テキストで言うと4ページのところでございます。はい、こちら詐欺脅迫のところなんですが、こちらを勉強するためにはまずこちらです。前のページにありますこの契約の成立、これが理解できていることがちょっと前提というふうになりますので、まだちょっとここのところ弱いなって方はですね、こっちの方の勉強を先にやってから聞いてくださいね。この契約の成立に関してはちょっとこの一本前の動画でね、権利関係全体の学習法というところを使って、まあ説明していますので、まだちょっとね、前回の動画見てないっていう方はちょっと前回の動画を見て、だいたい内容をちゃんと掴み取った上で、今回の内容の方に入っていただければいいかなというふうに思います。はい、それではですね、まあ、今回この詐欺脅迫も、まあ、前回の動画でも言いました通り、まあ、やっぱりね、学習初期には本当に難しい言葉が出てきます。言葉一つ一つにまずは慣れていくっていうね、はい、そこを気をつけながら学習していっていただければと思います。さあまず詐欺から参りましょう。詐欺って何ですか？騙すことです。騙されて契約した場合もその約束守んなきゃダメなんですかっていう、そういうお話なんですけれども、まずね、さあ思い出してみてください。前回のお話2ページですね。はい、契約って何ですか？約束のことですと。で、契約は両者の意思表示が合致した時に成立します。売ります、買いますね、この意思表示が合致した時に契約って成立するんですよ。まずここまで大丈夫ですね。はい、これを踏まえて考えてみてください。いきますよ。これを踏まえて考えてみてください。はい、さあ悪徳業者 A が B を騙して土地を手に入れようとしています。この土地は将来値下がりするよと、今なら私が買いましょうっていうふうに言いました。でそれに対して B がですね、まあ、これ嘘でしょ、この土地は将来値下がりするなんて嘘なんです、大嘘を言ったわけです。だって土地欲しいから、嘘を言って、買うよってそそのかしたわけです。それに対して B がもう騙されちゃったんですよ。そうなんですか、だったら売りますっていうふうに言いましたと。はい、さあここ考えてみてください。いきますよ。まず契約は両者の意思表示が合致した時に成立するんですよね。はい、 A は買いますって言っちゃってますよ。 B は売りますって言っちゃってますよね。はい、売ります、買います、意思表示は合致してますよね。契約、この契約有効ですか無効ですか？そう、有効です。なんでですか？だって契約は、契約は意思表示が合致した時に成立するからです。はい、この契約有効です。まずいいですか？この契約有効です。はい、じゃあ、はい、有効だからね、3ページのところありますよね。一度決めた契約約束は守らなければいけないってルールがありますよね。じゃあね、契約有効に成立してんだから守りなさいっていうふうに言われたら、そりゃさすがに騙された人かわいそうだと思いませんか？そうね、はい、守りなさいって言われたらそりゃかわいそうですよね。なのでこちらです。かわいそうだから詐欺の被害に遭った人は契約を取り消すことができるようにしました。つまり後でやっぱなしっていうふうに言えるんです。よろしいでしょうか？そう、やっぱなしっていうふうに言える、そういうことにしました。なんでですか？そう、かわいそうだからです。騙された B さんがかわいそうだからです。まず押さえておいていただきたいのは、このこれからね、民法っていうね、法律勉強しますけれども、民法はかわいそうな人を守ってあげようとする、こういう性質を持ってるんだってことはまずは認識持っておいてください。
かわいそうな人を守ってあげようとしています。じゃあ今回どう考えても A は騙してるわけですから全然かわいそうでも何でもないわけですが、 B は騙されちゃってるわけです、かわいそうですね、ということでじゃあ B 守ってあげるよっていうことで、ね、B さん、約束は守んなきゃいけないっていうのがルールだけどさ、いいよいいよね、取り消しさせてあげるよ、やっぱなしって言っちゃっていいよ、やっぱなしって言えるよっていう風にしたわけです。でやっぱなしっていう風に言えば騙されて渡された土地を取り返すことができると、ね、契約なかったことにすることができるので、契約なかったことにすることができますよっていう、そういうお話です。でここで気をつけていただきたいのがこちらです。はい、アドバイス、ちょっと細い字で書いてあります、小さい字で書いてありますけども結構重要度は高いです。これね、詐欺による意思表示は無効であるって問題が出たら答え×になります。はい、だって無効じゃないですもん、有効ですもん。そう、有効なので無効であるって言われたら答え×なんです。無効と取り消しって実は違うものなんですね。さあまた出ました、言葉の難しさですよね。無効と取り消しって違う、じゃあ無効って何、取り消しって何、はい、これを一つ一つ覚えておいてほしいんです。取り消しって何ですか、無効って何ですか、いきます。無効は、最初から何もないってこと、それに対して取り消しは取り消すまでは一応有効で、取り消しをした瞬間に契約した時に遡って、まあ、最初からなかったことになるというふうになります。はい、ですので取り消しっていうのは取り消しをするまでは一応有効なんです。はい、取り消しっていうことをしたことによって、じゃあ最初からなかったことにしましょうっていう、そういうお話になってくるんですね。はい、ここの違いはしっかり押さえておいてください。まず皆さん、無効と取り消しって全く別物です。よろしいでしょうか。はい、ではですね、まあ詐欺だけじゃなくてもう一つ脅迫ってのもあります。それも見ていきましょうか。はい、脅迫です。脅迫って相手を脅すことです。脅されて契約した場合もその約束って守んなきゃいけないんでしょうかとね、はい、悪徳業者 A が B を脅してます、この土地は俺が買ってやる、当然売ってくれるよなっつって、脅してるわけですよね。で B がですね、なんか脅されてちょっとねビビっちゃったんですかね、どうぞ売りますっていうふうに言いました。はい、見てください、俺が買ってやる、はい、買いますって言ってますね。どうぞ売ります、あ、売りますって言ってません。はい、意思表示合致しましたね。はい、契約は有効です。OK、契約は有効です。だって意思表示合致してますもん。もう一度言いますよ。契約は意思表示が合致した時に成立するんですから。契約は成立してるんです、これ。はい。じゃ契約成立してます。有効です。ってことになりますから。で、有効だったら、はい、守んなければいけないですよね。ってのが原則なんだけど、でもそれはちょっと脅された人かわいそうだよね。っていうことになるので、はい、同じように取り消しができるようにしました。ということなんです。で、ここまでは詐欺も脅迫も一緒なんです。騙された人ってかわいそうだよね。脅された人ってかわいそうだよね。うん。だから、守ってあげようよっていう風になってるんです。で、当事者だけだったら問題はないんですけども、そこにね、第三者が入ってきちゃうと、話が変わってしまうんですよってことになるんですが、さあ、この第三者との関係を話す前に、また新しい言葉が出てきます。法律の世界では事情を知らないことを善意、事情を知っていることを悪意というふうに言います。はい、これもちょっと日常生活と違う使い方してるので大変ですよね。そう、善意って言ったらばどういうことですかって言ったらなんかいい人みたいなね、悪意って言ったらなんか悪い人みたいなイメージあると思うんですけども、この法律の世界ではこの善意にいいという意味はないです。悪意に悪いという意味はないです。ここまず、絶対にすり込んでおいてください、善意にいいという意味はありません。悪意に悪いという意味はありません。いいですね。はい。ですので、あくまで、善意って何ですか？事情を知らないってだけです。はい、悪意って何ですか？事情を知ってるってだけです。OK。ですので、まずここ言葉としてちゃんと覚えておいてください。よろしいでしょうか。はい、ではですね、それを踏まえて見ていきたいんですけど、悪徳業者 A が詐欺や凶悪の被害者である B から買った土地をですね、B から手に入れた土地を誰かに売っちゃったと、いう風になったならばどうなるんですかって言ったら、取り消しって言ったらやっぱなしって言われた時に、例えばね、いやもう売っちゃったよ、もうないよっていう風になるわけですよね。そう、例えばじゃあね、
私が誰かからね、土地を仕入れてきたとしますよね。いや詐欺や脅迫をしてですよ、ね、で私はね、もうせっかく詐欺をしてせっかく脅迫をして手に入れたわけですよ土地を。でもそのままだったらば、ね、相手が取り消し返してって言ってくるかもしれないわけじゃないですか。でその時にもうないよっていう風にしたいので誰かに売っちゃったとしますよね、はい。誰か別の人に売りました。じゃあ私が皆さんに売ったとします、はい、皆さんに売ったとします。でもし皆さんがね、知ってたとしたらここはもうグルですよね完全に、はい、ということなんでそれは問題ないわけですよ、ですので、なんていうんですかこっちもね、ある意味ね、騙した脅したっていうことで、ね、まあやっぱりね、そんなかわいそうでもなんでもないですしそれを知って買ってるんだったらそれはねかわいそうではないですよねどう考えても、はい、まあ、グルじゃないですかそういう意味ではってことですのでそれはね、相手が、ね、皆さんのところに返してって言ってくるかもしれないわけですよね。でそしてそれに対して皆さんは、ね、返さなきゃいけないですよそりゃだってかわいそうですもん騙された人脅された人がそう、ね、かわいそうだからそれはね、返さなきゃいけなくなっちゃうんです。だから皆さんが悪意であればそう皆さんが、ね、私が詐欺脅迫をしたってことを知ってるのであればね、知って買ったのであればそれはね、それは取り消されることだって知ってるでしょうからね、それはそこも覚悟しといてくださいよって話ですよね、皆さんは、まあ、特にそれ知ってて買ってる以上何もかわいそうじゃないってことになります。問題は皆さんが知らなかった時なんですよ。そう例えば私が、誰かからね土地を仕入れてで例えば私がね、皆さんにね、あ今回本当にいい土地手に入ったんですよお客様だけ特別ですよみたいな感じで ねだからね皆さんから見れば私はね、いい営業マンに見えてるわけですよ、ね、実際ね、騙して脅して手に入れたにしても皆さんの前ではニコニコしながらですね、今回ご紹介する土地こちら本当に皆さんにおすすめなんですよみたいな感じで、ね、で皆さんからしてみれば、ね、この人は親切な人に見えてああよかったいい土地買えたなっていうふうに思いました。でそれで例えばですよそう皆さんが何も知らないで買った土地に対してね、ある時にその、誰かがやってきてすいません私はね、友次さんに騙されたんです脅されたんです返してくださいって言われたら皆さんだってってなっちゃいますよね。それはいや返さなきゃダメってそれはちょっと勘弁してほしいよなってことになるわけですよ。そうつまり巻き込まれた人ってことになるわけですよね。そう事情を知らないでつまり善意だったらばそうこのごたごたに巻き込まれた人間ってことになるわけですよ。それはそれでかわいそうですよね。そうここでかわいそうな人がそう2人出てくることになっちゃうんですよね。そう何かって言ったらば騙されて脅されてね、土地を奪われた人かわいそうですよね。そうで何も知らないで巻き込まれた人かわいそうですよね。そうもしも皆さんが善意であったならばはいもしも皆さんが善意であったならば皆さんもかわいそうってことになるんです。そうだから先ほど言いました通り民法はかわいそうな人を守りたいっていう性質があるのでそれはね、かわいそうな人を守ろうよってことになるわけです。じゃあどっちを守るのって話なんです。だって土地1個しかないですから、どっちかに渡すしかないわけじゃないですか、そうした時にどちらを守るのっていう話になるんですね。6ページです。その時にはい実は詐欺と脅迫で話が変わっていくんです。はい詐欺と脅迫で話が変わっていってそう詐欺や脅迫の被害者もかわいそうだけども何も知らずに買った人も、はい、知らないことに落ち度がない、まあ、つまりその人のうっかりミスではないならかわいそうですとつまりかわいそうな人が複数いることとなります。民法はどっちの味方するんでしょうかってことなんですけれども実はここで騙された人と脅された人で話が変わるんです。脅された人ってもうめっちゃかわいそうって考え方をするんですね。なんでですかって言ったら騙されて脅されて、まあ、そこをかわいそう、ね、脅されてかわいそう騙されてかわいそうでもねってことなんです。そう騙された人ってちょっとこの人にもう一度あるんじゃないのちょっともうちょっと調べればよかったんじゃないのそういうふうに考えちゃうんですね。はい、まあなかなかすごいですよね。これイメージつきにくかったらね法律ってどういう人が作ったのかってかイメージとして見るとですね、なんか湧いてくると思うんですけどなんかこう学級委員みたいな人いるじゃないですか。なんかこうメガネがこう厚いメガネかけて、なんとかでありますとかって言ってるような人が考えたと思ってください。はい、まあ一応そういう人をちょっと想定してみてください。はいね、そうするとそういう人なんて言いそうですか。そう騙された人には意外と冷たいんです。君も調べればよかったんじゃないのかなみたいなね、はい、ちょっと意外と冷たいんですよ。なので騙された人ってちょっとね、かわいそう度合いが下がるんです。
それに対して脅された人、脅された人に対してはですね、なんと、ね、土地を騙された、土地を取られた上に脅されたとかいう精神的な被害まで受けた、ダブルでかわいそうとか言い始めるんですね。そうということで、めっちゃかわいそうって言い始めるんです。そうだから、まあ、ちょっとかわいそう度合い低いよね、いやめっちゃかわいそうってことになって、そうなので騙された人はちょっと我慢してよっていう風になるんです。で、脅された人は君は何も我慢しなくていいよってことになるんですね。はい、こういう風に騙された人と脅された人で扱いが変わっていくんです。こういう風になっていくんですね。じゃあ、ね、善意昔と第三者、ね、善意昔、善意は何も知らない、昔過失がない、過失ってね、うっかりって意味です。はい、ここに書いてありますけどね、過失って何ですか、不注意、怠慢などのうっかり、はい、ね、うっかりもない、もう本当に何も知らないね、本当にね、かわいそうな、人間ですよっていうのが善意無過失の状態です。で、その第三者と戦った時に騙された人は、君もちょっと悪いよね、じゃあ善意無過失の第三者の勝ちにしてあげればいいんじゃないですかってことになるんです。それに対して脅された人だったらば、君はめちゃくちゃかわいそうだよ、善意無過失の第三者かわいそうかもしれないけど、いやでも君の方がかわいそうだみたいな感じになっていって、もうね、脅された人をめっちゃ守っていくっていうですね、そういう、ね、違いが生まれてくるんだっていうところを書いているのがここのお話でございました。はい、まあ、そんな感じでね、理解していただけると、ね、ここのところは理解しやすいんじゃないかなというふうに思います。はい、さあそれではですね、今回は、この辺で、終了したいと思います。はい、まあ触りだけでございましたけれども、まあ、こんな感じでね、勉強していけばいいんだっていうところが、少しでもね分かっていただければというふうに思います。それでは今回はこの辺で終了したいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、お疲れ様でした。